皆さんこんにちは、ハヤトップチャンネルです。今日ご紹介する商品はクラウドファンディングから生まれたフレックステイルギアさんから出ているエアラウンジャーという商品で、このようなエアーベッドなんですが、収納されている時はこのくらいの大きさで、重さがわずか1キロ程度しかありません。そしてこの商品の一番のポイントは、自分で膨らませるのではなく自動で空気を入れることができる点です。ここの部分を開けてボタンを押すと、わずか1分30秒程度で一気に膨らみます。わずかな時間で自動でここまで膨らむってすごくないですか？通常だと空気を入れるだけで面倒くさく体力的にも疲れますが、この商品はそれらの不満がありません。さらには2600mAh のバッテリーを搭載しているので、タイプ A の充電コードを差し込めば、スマートフォンやゲーム機などを充電することができます。エアーベッドの空気を抜くときは、ここのノズルを回し、キャップ部分を取り外し、体重をかけるだけで簡単に空気を抜くことができます。そして自動の空気量でも十分なんですが、固めのエアーベッドにしたい場合や手動で空気を入れて膨らませたい場合は、先ほどの空気を抜くところのノズルの上の部分を回してキャップを外すことができるんですが、ここの部分は外しても空気が抜けず、空気ポンプや口から直接空気を入れることでエアーベッドを膨らませたり、固めのベッドに調整することができます。素材は TPU コーティングの厚いナイロン生地でできていて、耐荷重は150キロ程度までカバーしてくれるので、大人2人が乗っても破れることがありません。さらには草むらや砂利道、岩の上でも使用することができます。プールや海で使用する場合は、水の上に浮きながら使用することもできるそうです。エアーベッドのサイズは、長さが180センチ、幅が70センチ、高さは空気を入れて膨張させると高さ25センチから50センチ程度の高さになります。地面からちょうどいい高さがあることで、地面の湿気や寒さ、暑さから身を守ることができます。さらには人間工学に基づいた形になっているので、まるで雲の上で寝ているかのような寝心地で、快適に横になったり座ったりすることができます。キャンプや海などのレジャーグッズとして持っていると役に立ちますし、仕事が徹夜だったり事務所でどうしても横になって休憩したいときに、これを持っていれば快適に寝ることもできます。本当に素晴らしいアイデアの詰まった商品で、車の片隅に入れっぱなしにしておいても、必ずいつか役に立つ時が来ると思います。はい、ということで今日はエアラウンジャーのご紹介でした。日々どんどん新しい商品が出ていますので、今後もいろいろとご紹介していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。